でもそう最初の方はいろいろ聞いてたお名前はとか、あそれ可愛いねとか、わためから話題振ったりとか、まあ、してたんだけど数人でもね、結構みんなねやりたいこととか話したいこととか準備してくれてるから、あんま自分から行かない方がいいなってって思って、結構聞き戦側だったかもな。そう、まず写真撮って、で、お話しして、で最後にじゃんけんしたいとか、とりあえず感謝を伝えたいとか、これ見てもらいたいから紹介したいとか、いろいろね準備してくれてたから、そうそうそう、それ学びだったねあんまり喋らん方がいいかも、自分から。あ、じゃんけんやった、じゃんけんやったよ。でも結構お写真撮る人が多かったかな。うん、あとギリギリで撮れない人もいたね。あと7秒ぐらいで、あ、あ、やばい、お写真撮ってもいいですか、あ、いいよいいよいいよ、撮ろう撮ろう撮ろう、スタッフさんが時間です、殺生な撮れなかった人もいたね、悲しい。あと1分あっという間だな、わかるよって、1分早いなって言ってる人もいたし、いやわかる、あっという間だった、無慈悲な、申し訳ないな、本当にあっという間だったね。まあ、1分喋ってんで次の人と交代って感じだったんだけど、こうまあみんな大体あまり振り向かなかったけどこうやってバイバイってやったり、バイバイで次の人もこうやって迎えたりしながら、でもその入れ替えの間に飲み物飲まないと飲むタイミングないから、こうなってたらこれ飲み物飲んでる時全然あーって顔じゃないから、これ水飲んでるだけなんで、大丈夫よ、心配ならないでねそう、これ一生懸命飲んでるから交代で飲まなきゃ、頭振ってない時はお水飲んでる時、いや10分休憩も言われたんだけど、いやだってこれ10分休憩、15分かな、休憩取ってる間さ、並んでる人は立ったまま待ってるんでしょって思うと、休憩いりません、長いよ15分立ったままで。あとなんか流れを切りたくないっていうのもあったから、それで休憩いりません。でも6時からの部が始まる前に一つ聞いときたいんですけどってスタッフさんに言われて、休憩っていりますか？わため的にはいらないんですけど、スタッフさんの皆さんは大丈夫ですかって聞いた、聞いたよ、後半の分の時は聞いたよ、スタッフの皆さんが大丈夫であれば休憩なしで大丈夫です、あこちらは大丈夫ですって言ってたから、じゃあ休憩なしで、なので両方休憩なしで、あでも間にね1時間ぐらいかな間があったから、その間にトイレしたりなんか食べたりしてました。うん、いやでもねいやでもね、なんかねわだめもやっちゃったなって思うこととかあってね、ジョイポリもねわだめ糸いっぱいでね、ミニライブはためんとこめっちゃ盛り上がってた
あの運営さん、スタッフさんもね、終わった後ワタメイトの皆さんが喜んでいる姿はとても印象的で、あのまたお客様のマナーが非常によく、あの先方よりお褒めのお言葉をいただきました。なので現場もスムーズに進行することができました。ご協力ありがとうございましたって言ってくださって、みんな誇らしいよ、さすが。だからまたこういうおしゃべりイベントとかいろいろ呼んでもらえるように頑張っていこう。ありがとうございます。そう、最後あのホロマッチ参加した人と、あのホロマッチ参加してない人、そのジョイポリスの会場にいた人全員に向けてサプライズがあって、そう、ホロマッチ終わった後に、あの、わためさん、皆さんと、会場にいる皆さんとちょっと、おしゃべりができるんですけど、30秒から1分ぐらい。ありがとうございます。ね、粋な計らいが、そうなん、こう、みんな来てくれてありがとうねーって、そこで泣いちまった。みんなありがとうね。初めてだったけど楽しかったよ。え、運営さんが欲張ったから閉店時間過ぎましたって言ってて笑った。え、閉店時間過ぎてたの？ありがとう。スタッフさんありがとう。なんてありがてえ。なんか、いい人しかいないな。ジョイポリスもそうだし、あとミュージックバースの運営さんたちも、わための分のデコチョコも準備してくださってて、ありがとうございます。いただけるなんて思わなかったね。え、わための分もあるんですかって。ファンのチョコはね、チロルチョコだね。かわいい。食べきれないんだけど。食べきれない、いや食べれない、うん、貴重で食べれない。ありがとうございます。もったいなくて食べれないよ。あの包装紙ね、残したいね。いや本当にありがとうございました。怒涛だったけど、あとね